民間人の一部は呆然とした面持ちで投降してきた。
すごい実物で、その隣が広い弁天井があって、あの兵隊さんのお稽古。それで、うちのお父さん、あのおじいちゃんなんかもそこの近くに住んでくるんですけど、教会に。金沢のね、あの、教会の牧師してたでしょ。それでどこに住んでるの？そのうちに住んでる。一緒に？こっちが居候みたい。